はい、こんばんは。えー、これ、高校2年生に質問されたやつです。まあ、やり直し、まあ、復習ってことで質問されました。B の3。あ、ごめんなさい。2019年度1月、高2のベネッセ総合学力テスト。高2の数学ですね。の B3 です。袋の中に赤玉1個、青玉2個、黄色玉2個の合計5個の玉が入っています。この袋の中をよくかき混ぜて、1個ずつ玉を取り出して色を調べる。 操作を行い、取り出した玉の色が3種類となった時点で操作を終了すると。ただし、一度取り出した玉は袋の中に戻さないと。1番、青、黄、青、赤の順に4個の玉を取り出して終了する確率を求めよう。2番、ちょうど3個目に赤玉を取り出して終了する確率を求めよう。3番、最後に赤玉を取り出して、えっと、終了する確率を求めよう。また、この時5個の玉を取り出しているじょ条件確率を求めよう。 えとこれね地道にやったら全部解けます普通に地道にやればねじゃ今箱の中こうですねえと箱の中にあごめん袋か赤青青黄黄とじゃ一1番青青青黄青赤かじゃあ初めに青を取らないといけない青は5分の2ですねで1個少なくなって4分の今度黄色玉だから,だから青が1個なくなっているから4分の2ですね で赤とキーなくなってるから3分の1ですね。青を取るのが。で残りが2個で2個分の1ですね。ということで三十分の一。一番3十分の1が解答です。で2番はえっ、ー、とねちょうど3個目に赤だからこの2通りしかないですね。青、キー、赤でくるかキー、青、赤でくるかどっちかしかないですね。でこれを互いに排反だから一この2の1と2を足せば解答です。じゃあこれはそれぞれ 5分の2かけ4分の2かけ3分の115分の1ね5分の2かけ4分の2かけ3分の115分の112は互いに配反だから答えは15分の2と足してねはいで次3番は今度は3個目に赤を取る場合4個目に青を取る場合で5個目に青を取る場合ですねはいそれを足していけばいいだけですじゃあいきます3個目に 赤を取るのののは今2番の回答から分でしたね次4個目に赤を取り出すのはこの1234566通りって分かりますかねちょっと引いちゃおうか、えーね。引きますよ。この6通りって分かりますつまりね青青黄赤青黄青赤黄青青赤青黄黄赤,青黄,赤,青黄,赤黄青黄赤。黄 黄,黄、青赤の順番この6取りしかないのでもう普通のそのまま出してください全部実は120分の4なんです、ね、実はね順番が違うだけで12 120分の4ですいいですかじゃあ以上より120分の4が6個あるから5分の1あごめんなさい2番がね <laughs> あの場合は二2番のつまり4個目に赤玉を取り出すのが5分の1ねじゃ今んところ3回目に赤玉を取り出すのが15分の2の確率 4回目に赤玉を取り出すのは5分の1の確率。で、この三、5個目に赤玉を取り出す確率は、またこれ6取りです。1、2、3、4、5、6。それぞれ、青、青、黄、黄、赤。青、黄、青、黄、赤。青、黄、黄、青、赤。黄、青、青、黄、赤。黄、青、青、赤。黄、黄、青、青、赤。それぞれ全部120分のようになります。計算したらね。 で以上よりり120 1分の4かけ6つまり5分の1じゃあ以上3回目に赤を取り出す確率4回目に赤を取り出す確率5回目に赤を取り出す確率互いに相反だから15分の8が回答ですで以上から求める条件付き確率は15分の8の中の、えー、と5分の1ですね5個目っていうのはこれのことだから5分の1を分子に持ってくればいいとっていうことで答えは8分の3いいですかね えと最後に赤玉を取り出して終了するうちのうち5個の玉を取り出しているその条件確率、ね、いいかなはいじゃあ以上になりますまあどれが難しかったかない、うんそんなに難しくないですねいまあ本当はねもうちょっと答案短めに書いてもいいんですけどまあこうやって地道にやった方がね全部全部場合,場合分けを全部書いていった方が あの、分かりやすかったと思います。はい、じゃあ、以上です。